はい、どうも、ジュウです。マリオカート8ダックス、パート283やっていきましょう。さあ、今回もオンラインレースやっていきたいと思います。さあ、まずは、ゲームボーイアドバンス、マリオサーキットからですね。ということで、今回も全96コース出現させていきたいと思います。さあ、ということで、現在96コース中の8コースまでは、無限速度ということで、残りあと88コースで、ね、ということで、まだまだ頑張っていきたいと思います。さて、まずは初っ端でゲーム前にます。マリオカートということで、ここはまだやったことがないですね。ということで、これで9コース目です。ということで、なんとか、ね、まず初っ端で行きましたんで、まあ、これであと、なんだっけ、何コースだっけ、あと87コース。まあ、でもなんとか頑張りたいと思います。さて、この、これは初っ端が 200cc なんですけど、ちょっとやばいな。まず今一瞬タイトルが開いた。何なんだこれは。やばいなこれ。待って、早いもんでもうラスト一周だよ。やばい、もう凍らせてタイトルにならんわ。まずいな。待って、少しでもいい順位を取りたい。待って、なんで、まずいってこれ。いや待って、なんで俺嫌いが出ないの。やばい、危ね。待って、せめてここは、もうせめてここは8位で終わらせておきたいけど、うわ8位か。まあ200だったら大体そうなるよな。マイナス17、初っ端マイナス17。あ、でもちょうど1万1000になった。さあ次、 3DS ミュージックパーク。さあ2レース目ですね。次は 3DS ミュージックパーク。まだや、ここはやったことがないということで、ここで10コース目ですね。ということで、残りはあと86コースになりましたが、まあ、まだまだコースではあるので、まあ、引き続き頑張っていきましょう。さて、あ、言い忘れてましたけど、今回出したのはメリオビーダレです。メリオビーダッシュという役で、まあ、これ結構マリオカート7の時結構、これ結構最強と言われていたカスタムでございます。まあでもこれ、エピソードはこれ結構あんまり強くないんだよな、正直言って。だけど15級ですし、これ扱い方も難しいからね。まあでもなんとか頑張りたいと思います。ほら、こんな感じであんまり曲がれないのよ、急に。そうそう、ここでこうだね、ダブを決めていく。待って、危ねえ。こういうのマジやめるから。待て、ダメー、危ないよ。うわ、落とされた。もう、特造コーラで落とされたんですが、特造コーラ、クラーより落ちる方が、結構ダメージが出たいと思いますが。待て、やばいなぁ。いけ、行け行け、待って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 、やばい。ちょっと一旦ここダブル取るわ。ダブルを取って、いけ、待って、こういうのはマジやばいから。いいよ。で、こうして、で、蓋を取っていけ。待って、やばいな。おーっと、ここで、パワフルコスの子。いけ、待って。オッケー。もうなんとか、とりあえず10位まで行った。ボイはでかくないか、待って。今当たったと思ってなかったよ。オッケー、キラ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 。待って。なんで今の当たったの？やばすぎるわ。うわ、やっぱりいつも中途半端なところで終わる。またキラゲット、よっしゃ。これはでかい。これでかいぞ、マジで。オーケー。ダブルキラーで、なんとか4位まで上がることができました。いいね、これは。お、プラス17。さっきのマイナス17で、プラス17ということで、2レースでプラマイ0ですね。さあ次、 3DS バックスライダー。さあということで、バックスライダーまだやったことないので、これで11コース目ですね。ということで、とりあえず今回マリオカート7だけで2つ当ててきましたが、まあまだまだここから頑張りたいと思います。でも本人もね、結構いろいろコースあるんですけど、まあいつかマリオカート7の一応もやりたいなと思っていますが、まあでもね、まあどこかのタイミングでは必ずやりますね。まあ楽しみっていう感じなんですが、でもな、今後俺も漫画でいっぱいやりたいんだよな、実況。だって今度発売される
マリモのイメージとか、あとはクリープスピーチだったりとか、まあ、結構は発売されるよ、今年も。まあでもな、正直言ってマリモのイメージは実況するか正直わからないけど、クリープスピーチなんかも実況するの確定したので、もうそちらの実況はまあ発売日にはやろうと思うので、そちらのお楽しみということで、まあとりあえずまあ発売日にしましょう。まあ今この動画が今2月1日というところは、まああれでした、ね、まあとりあえずあんまり早いことは触れないでいきましょう。さてまあでも意外と4位をキープするけど、おーっとここで使うんだぞ、ここで使っていく、オーケー。そしてロジルでしました。ライフこれはでかいぞ、ロジルがとてもかなりでかい。あーここまでか。あーでも一つ順位が高くなかったな。でもこれで順位が高いことも大幅に良くなったでしょう。オーケーオーケーオーケー、当たった当たった、自ら当たってね。待って、キラー当たってくるのよ。待って、こっちもキラー、やばいって、モンスターで体当たりしてくるな。待って、オーケー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 、ナイス、やばい、今7位だぞ。で、うわ、ここで飛ぶ状態、飛ぶ状態ランドオーケー、オーケーです。キノコで加速、結果は9位、なんで？おい、なんか急に下がったんだけど、なんで抜かれたの？は？どういうこと？今回ラストレース、ミュート式。さあ、ということでラストですね。ラストはミュート式ということで、もうここで12コース目が出ました。ということで、残りはあと84コースですね。ということで、今回もかぶらずに、なんか出すことができました。ということで、まだまだ頑張っていきましょう。さて、とりあえず見た目をボンドマリオにしてみましたが、いかがでしょうか。まあ、メタルマリオとボンドマリオって性能は全く一緒なので、まあ、問題ないですね。まあ、ゴールドマリオ B ダッシュということで、バッチリとゴリオ B ダレかな。まあ、俺、ゴールドマリオのことをたまにゴリオって呼んだりすることあるんで。OK、そして、ここで1、2、9、あー、そう、10。いいよ、待て、そしてこの中からうまくいったよ。こうして、あーいい、あーいい、あーいい、いいよ。でここでシングルない、シングルしかないから、まあそうじゃないですね。オーケー、テレサだ、テレサで透明になって、お、いいぞ、これはなかなかいいラインになってるな。オーケーオーケーオーケー、待て、あぶね、待って、曲がり具合がそんなに良くないからな。でででででで、あぶねー、でででででで、あぶね、やべ、いや、まあまあまあ、待って、本当にこれ曲がり具合とか本当に良くないからな。いいダッシュ、でで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 、やばいな、オーケー、はい、やばい、まずいな、オーケー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 、とりあえずもう相手を確実に攻めた、攻めた、攻めたよ、攻めたって、わーい、待って、オッケー、やばいな、待って、これはもうシャーなんて、オーケースターだ、ラストスター、これはいいぞ、いけ、うわ待って、とりあえず6位、なぜか最後サンダーが来てまた脳汁出ました。はい、プラス7、 OK、 でもなんだかんだレート的には平均だったかな。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。現在のレートは 11,014 ということで3下がりましたね。まあ裏作業で上げたんですけれども、まあとりあえず今回意外と調子が良かった時もあれば悪かった時もありましたね。まあ完全にスターのおかげという時もありましたが、まあとりあえずね、一応メリオ B ダレ使って、まあ強いかどうかまあさておき、まあとりあえずこれで
オンラインで12コース出現させましたね。ということで、まだまだオンラインレース頑張っていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、ツイッター、TikTok のフォローもお願いします。それでは、さよなら。